この時間、関東エリアでは次第に雨のご報告も増え始めています。内藤さん、この後の関東の雨はどうなっていくでしょうか。はい、お昼過ぎにかけて、まあ、弱い雨ですけれども、パラパラポツポツと降るところが多くなりそうですね。はい、現在の状況を見てみましょう。現在、北陸から関東付近を梅雨前線のレーダーの雨雲が通過をしているというような状況です。梅雨前線としては全体的に北東方向に動いていきますので、この後どんどん東北エリアの方へと拡大をしていくわけなんですけれども、雨雲の動きをですね、細かく見てみますと、これは朝6時半の段階から追って見てみますと、中央がレーダーエコーで、右側がですね、レーダーエコーの反応が一番高いところでどのくらいの高さにあるかというエコートップの情報です。これで見ていきますと、朝6時過ぎぐらいにかけて一塊、関東の特に神奈川県、千葉県方面を通過していった雨雲があったんですけれども、一旦収まっていました。ただこの1時間で今度は関東北部の方から、前線としてはですね、全体に北東方向に動いているんですけれども、その前線に伴う雨雲一つ一つのエコーの動きは、北西から南東方向に動いています、はい、なのでこの後、関東の北部、群馬や埼玉方面にあるものが都心方面にもじわじわとかかってくる見通しです。AI レーダーでこの後の予想を見ていきたいと思います。はい、弱いものにはなるんですけれども、じわじわと南東方向に動きつつ、前線としては全体に東に移っていきます。これからお昼過ぎぐらいにかけて何回かに分けてね、小さな弱い雨雲が関東南部、都心エリアを含めて通過をしていく見通しです。今はまだ晴れ間の報告、日差しの報告も多い状況なんですけれども、この後お出かけされる場合は、念のため折りたたみの傘をお持ちいただくといいかと思います。わかりました。今晴れてエリアでも関東付近雨のところがありそうです。この先の雨の最新の情報についてもウェザーニュースのアプリからご覧いただけます。